どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 JAL が新しいステータスプログラムをですね発表いたしましたので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、先ほどですね発表されました、こちらですね、マイルとともに毎日の暮らしと人生をもっと豊かにということで、2024年1月よりですね JAL は新しいステータスプログラムがね開始になるっていうことを発表いたしました。いやね、非常にびっくりいたしました。はい、ということで今回ね速報で解説ねやっていきたいななんていうふうに思いますので、 JAL のステータスね気になる方ぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで、先ほどですね JAL がね新しいステータスプログラムがですね2024年の1月からですね開始になるっていうふうになるわけなんですけども、既存のねフライオンポイントによるステータスプログラムありますよね。こちら特にね消滅するわけではなくて、それとは別にですね新しいプログラムがですね2024年1月からですね開始になるっていった形になるんですよね。また2024年の1月開始ということで、今年は2022年っていう風になりますんで、再来年の1月から開始になるということで、かなり先っていう風になりますんで、この点はね覚えておいていただければなと思います。で、今回のね新しいステータスプログラムの特徴がねこういった形で公式サイトにね書いておりまして、こちら1番目ですね、日常でもたまる新しいステータスポイントの誕生ということで、このね新しいステータスのポイントっていうのはですね、 JAL の搭乗だけではなくてですね、 JAL カードの決済とかですね日常サービスでもこのね JAL の新しいステータスポイントっていうのが貯まるようになるんですよね。また2つ目ですね、あなたのペースでステータスランクをゲットということで、複数の新しいランクがね用意されているっていう風になっておりまして、 JAL 会員でいる限りですね生涯ね貯まり続けるポイントっていう風になってるんですよね。で、3つ目ですね、上質なサービスで毎日の暮らしをもっと豊かにということで、複数のランク制度があって、まあ、それにですねステータスごとによって、まあ、特典が用意されているみたいな、まあ、そういった感じになるみたいなんですよね。で、その特典の内容はですね、桜ラウンジサービスの体験から始まり、JAL グローバルクラブへの招待、またマイルの有効期限の無期限化、最上位の JAL ラウンジの生涯にわたってご利用いただける特典といった形で、ステータスランクが上がれば上がるほどこのね JAL の上質なサービスが生涯にわたって利用することができるっていった形になってるんですよね。で、大まかな仕組みはねこういった形で紹介されておりまして、これね詳細は全部発表されてないんですよね。2023年の秋頃にですね発表するっていう風になりますんで、まあ来年の10月とかね9月の終わりとか、まあそこら辺にね発表になるかななんていう風に思いますので、またね詳しく出ましたらね動画出したいななんていうふうに思うんですけども、新しいねステータスプログラムの特徴はこういった形でね紹介されております。それでは次にですね、新しいステータスプログラムの達成イメージっていうのがね載っておりまして、こういった形になってるんですよね。登場の機会があまり多くないお客様は JAL カードのお買い物や JAL ショッピングなどの利用で、旅行だけでなく日常生活でコツコツ貯まれば数年後には最初のステータスランクに到達みたいなね、まあ、こういった形で書いてありまして、またね登場が多い人は JAL グローバルクラブの入会であったり、マイルのね有効期限が無期限になるような、こういったこともですねあるそうなんですよね。これもねかなり気になりますよね。まあ、こういった感じでね達成イメージがね記載されております。それでは次にですね、 JAL マイレージ挽回向けのステータスプログラムについてということで、こちらねあの表が載っておりまして、冒頭にもね言ったと思うんですけども、今現行で行われているフライオンプログラムは特にね消滅するわけではなくて、継続してね続いて新しい新ステータスのプログラムがね開始になるって言った形になるんですよね。で、今までのフライオンプログラムは、まあ、飛行機に乗るのはねメインだったわけなんですけども、これからのね新しいステータスプログラムは飛行機に乗るだけではなくて、まあ、クレジットカードの利用とかねそういったものでステータスポイントがですね溜まっていくっていった形になるんですよね。で、これで、ステータスが提供されるわけなんですけども、このステータスランクもですね、まあ、今はクリスタル、サファイア、JGC プレミア、ダイヤモンドっていう風になっているわけなんですけども、これもね複数の新ステータスランクっていうしかね記載がないので、どのぐらい分かれてるかちょっと分かんないんですけども、獲得したステータスポイントによって
このねランクが分かれるっていう形になるんですよね。で一つね注意事項なんですけども、この新ステータスをねプログラムっていうのは、まあ、クレジットカードの利用とかもね、実績として積み上がっていくっていう風になりますんで、基本ですね JAL カードを入会していただかないとですね、新ステータスのねプログラムには参加することができないっていう形になりますんで、この点はね注意していただければなと思います。またねこの新ステータスのプログラム開始時点での新ステータスポイントの取り扱いについてなんですけれども、今回のこの新しいステータスプログラムっていうのは JAL のね飛行機に利用した今までの利用実績っていうのももちろんカウントに入るっていう風になりますんで、これもですね今までの生涯のフライト記録をですね新ステータスのポイントに換算して積算されるっていう風になっておりまして、でそれでね基準を達成した人はですねこの特典がね利用できるっていった形になっておりまして、まあこれのね案内っていうのも新ステータスがね開始になる24年の1月以降にですね順次案内っていった形になります。でこのね生涯フライト記録、まあこの今までのね JAL の利用の記録以外の、まあ、日曜決済とかねそういったもののカウント開始日も2024年の1月以降ね開始になるっていった形になります。ちょっとねあの文章で説明しているとね非常に分かりづらいわけなんですけども、まあ、この新ステータスのポイントはですね今までの JAL の利用実績と、まあ、2024年1月1日以降のこの JAL カードの決済とかねそういったものでポイントが溜まってって、まあ、それでステータスランクがね決まっていくっていう風になりますんで、まあ、飛行機にね今までたくさん乗ってれば乗ってるほどねステータスランクが高くなっていくと思うんですけども、ちょっと詳しい内容はね現時点では、まあ、ランクの種類とかもね分かりませんので、まあ、現時点ではですねこういった形になります。それでは次に JAL グローバルクラブについてなんですけども、今回の新ステータスプログラムね導入によってですねこの JAL グローバルクラブの入会基準っていうのが変更になります。これね結構びっくりしたんですけども、今現在はですねサファイア以上獲得していただいて、またねあの対象のクレジットカードねクラブ A、クラブ A ゴールド、JAL ダイナース、プラチナ、このいずれかをね保有していただければ、この JAL グローバルクラブっていうのは入ることができて、私もね2022年ね修行したわけなんですけども、これがですね新ステータスプログラム導入後の基準はですね所定のねステータスランクの達成がね必須っていう風になるんですよね。またねクレジットカードはね今まで同様にクラブ A カード以上がね必要になるわけなんですけども、この所定のランク以上の達成っていうのが、まあ、どれぐらいハードルが高いものなのかっていうのはちょっとわからないんですよね。これちょっとね怖いですね。はい、今現在はサファイア以上でね JAL グローバルクラブね入ることができるんですけども、新ステータスプログラムね導入後は所定のねランク以上が、まあ、必須っていう風になりますんで、これもねちょっとハードルが上がるかもね知れないっていうところなんですよね。こちらの詳細もですね2023年秋頃にですね JAL ウェブサイトで、まあ、発表されるっていう風になりますんで、まあ、詳細はねまだわからないわけなんですけども、もしかしたらですね2024年1月1日以降はですねハードルがね上がるかもしれないですね。でこのステータスプログラム始まるの2024年の1月からっていう風になりますんで、来年1年か2023年に関してはですね現行の基準がねまだ継続されるっていう風になりますんで、もしねあの JGC 修行をね今後予定されている方は、まあ、来年やってもいいのかもしれないですね。もしかしたら2024年のこの新しいプログラム導入後にねハードルがもっと下がるかもしれないので、まあ、ちょっと何とも言えない部分ではあるんですけども、ひとまずですね JGC の入会基準っていうのは2024年の1日からね変更になるっていうことはですね頭入れといていただければなと思います。またですね、JAL JGC ライフマイレージの改変ということで、今回のねステータスプログラム導入に伴ってですね JGC ライフマイレージの改変し、新ステータスにプログラムへ一部移行しますということで、これもね詳しい内容書いておりませんのでちょっとわかんないんですけども、現行の基準の判定はですね2023年の4月末まで、各種記念品特典の案内は2023年の秋頃までっていう風になりますんで、対象のある方ね、まあ、そこまで多くないと思うんですけども、こちらもね一応覚えておいていただければなと思います。ということで今回ですね JAL が新しいステータスプログラムを発表いたしましたので動画ね作らせていただいたわけなんですけども、開始になるのが2024年の1月ということで、まだ1年以上ね先ということで、詳細がねわからない部分が結構あって、モヤモヤがね結構残りますよね。
この JGC に関してもサファイアの獲得とクレジットカードでね今達成できてますけども、これがねハードルが下がるのか上がるのかもね全然わからないので、ちょっとねモヤモヤが残りますね。はい、またね新しいね情報が入りましたら動画ね作りたいと思いますので、ぜひねチャンネル登録しておいていただければなと思います。ということで今回ですね、そこでね動画作らせていただきました。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。